このニットすごく気に入ってるんだけど、丈が長いんだよな。あれやっちゃうか。でもな、筋肉ルーレットで決めるには筋肉が足りないし、一回着てみるか。やっぱり着丈が長い。ダメだ。こういうの一回気になったらずっと気になるんだよな。よし、やっぱり乾燥機で縮めてみるか。幅55センチ、新聞紙の縦の長さと同じ。袖丈52センチ、ラグビーボールの周囲と同じ。身幅52センチ、ラグビーボール2個目入ります。そして肝心の着丈63センチ、63センチのものはこの世に他に存在しない。よし、では早速洗っていこう。ネットに入れて、ああそうだそうだ、どうせ洗うんだったら一緒にこのスウェットも洗っちゃおう。こいつもちょっと縮ませたいんだよな。ネットに入れて投入。デリケート用の洗剤を適量で、あとは回すだけ。洗濯と脱水が終わった。どれどれ、うんうん、いい感じいい感じ。お、ニットはもうちょっと縮んでないか。縮むわけないよな。よし、これも袋に入れて準備 OK だ。今日もまたコインランドリーが俺を呼んでいる。コインランドリーは俺の第二の故郷だ。あー落ち着く。なんでこんな落ち着くんだろうな。まだ今なら引き返せるぞ。ただ選択しただけだからな。いや、行くと決めたんだから行こう。ああ、縮みすぎたらどうしよう。大丈夫。その時はまたトリートメントで伸ばせばいい。恐れるな。行けばわかるさ。縮みの神がいたらどうかお願いします。ちょうど良い縮みで止めてください。
つものミルクティーをと思ったが、どうするか。腹が減ったな。時間もまだだいぶあるし、一回家に帰って今日は飯でも食うか。これこれ、夜中に小腹が減った時はこれが一番。腹が減ってはニットも縮まん。うまい、シンプルにうまい。味噌味は日本人の魂に染み入るな。ただこれだいぶ本家に寄っちゃうんだよな。今頃ニットもこのヌードルのように縮んでいるんだろうか。よし、そろそろ本気を出すか。気になって味どころじゃなくなってきた。なんで俺は可愛い我が子を置いてきてしまったんだ。今頃縮みすぎて大変なことになってるかもしれない。俺はいつまでのんきに食べているつもりなんだ。ダメだ、迎えに行こう。これは、うんうん、こっちのスウェットは全く問題なし。さて、肝心のニットだが、どれどれ、うん、サイズを測ってみよう。肩幅53センチ。
肩幅のくせに縮んでる。袖丈50センチ、こっちも縮んでる。身幅 51.5、 申し訳程度に縮んでいる。さて肝心の着丈が60センチ、3センチ縮んだ。どれどれ、それじゃあ着てみるとするか。乾燥機から出したばかりでまだ暖かい。刑事がよく言う、犯人はまだ近くにいるぞっていう、あのベッド触った時の暖かさに似てる。さて肝心の着丈のお時間がやってまいりました。おー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 、いいんじゃないの、いいんじゃないの、これの長さもなんかちょうど良くなった感じ。半袖まで行っちゃったらどうしようかなってちょっと心配してたんだよな。着丈だけじゃなくて身幅とかも縮んだから全体的に引き締まった感じがしていいな。これはやっぱりやってよかったんじゃないの。縮みの神、略して縮神、ありがとう。さあそろそろ夜も更けてきたことだし寝るとするか。すごくいい気分だし今日はこれを着て寝るとしよう。ウールが1匹、ウールが2匹。